ということになっています。さあ、それでは今日もですね、今日も少しお前トラさんにお願いします。よろしくお願いします。ルールを説明します。簡単です。スターマンが一塁側に向かってホームに帰っていきます。マー君は三塁側からホームに帰っていきます。そしてこのホームプレートの後ろにあるボールに早く触った方が勝ちということになります。小田さん、はい、マー君の脚力はどうですか？そうですね、以前12球団でレースをしたとき5位という記録を、微妙な記録を持っております。5位はまずは12球団で5位です。そうですね、はい、さあ、スターマンどうかな、大丈夫かな。スターマン準備いいですか？足痛めないように。マー君、準備 OK？ さあ、一塁側のベイスターズファンの皆さん、スターマンにまずは大きな拍手、拍手。さあ、それでは三塁側、丸一ファンの皆さん、大きな拍手お願いします。あら、ベイスターズファンの皆さん、ちょっと負けてますよ、いいですよ。スターマンに拍手。いいじゃないですか。さあ、マー君、スターマン、お互い負けられません。交流戦です。負けられません。いきますよ。さあ、果たしてどちらが勝つでしょうか。それではいきます。よーい、スタート。さあ、スターマン、いいですね。あれ、マー君、大丈夫？もしかして、マー君、右に挟んでピアノをしています。これで挟んだ。ちょっともう、スターマン、早いよ、もう来るよ。まだスタートしてない、マー君。マー君、右に挟んだ。お、意外と早いな。あ、スターマン来た。スターマン、マー君来る。スターマン、スターマン、うち、待って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 、お、マー君いた。あ、早い。スターマン、スターマンが先に取りました。スターマンの勝利、大きな拍手お願いします。いや、ブランさん、はい、裏技できました。ミニさんってあったんでしょうかね。いや、見事な走りっぷり。スターマンは速いということを皆さんご覧いただきました。勝利はスターマンです。